羽生ゅうるを超える男が現れたと、米メディア、4A 成功マリニンを称賛。中国史、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も、羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。中国史、玉木玉次報は25日、米国のフィギュアスケート選手、イディアマリニン、17が4回転アクセル、4A を成功させたことについて、米メディアが、羽生ゅうるを超えたと称賛したことを報じた、フィギュアスケートのグランプリ、 GP シリーズアメリカ大会に出場したマリニンは22日に行われたフリーで 4A を成功させるなど194.29点をマーク。ショートプログラム SP4 位からの逆転で GP シリーズ初優勝を飾ったカンタマジホーの記事は彼は今年の世界ジュニア選手権男子シングルで優勝し、ジュニアの SP、フリー、合計点の3つの世界記録を手にしている。また、 先月の US インターナショナルクラシックにおいて公式戦で初めて 4A を飛んだ初の選手となったと紹介した。その上で GP シリーズアメリカ大会について彼が綺麗に 4A を決めた後、観客は15秒近くも歓声を上げ続けたと説明。また、マリニンの驚異的なジャンプは実はその場の思いつきだったとし、演技後にマリニンが6分間練習の時に 4A を飛ぼうと思ったと明かしたことを紹介し、 一部の米メディアは、羽生譲るを超える男が現れたと報じたと伝えた記事はまた、羽生がプロに転校し、ネイサン・チェンが大学に復学した今、男子シングルを経引する存在の筆頭はマリニンだとしつつ、国際オリンピック委員会 IOC のウェブサイトでは、宇野昌磨や鍵山優馬の名前も挙がっていると紹介。12月にイタリアトリノで開催される GP ファイナルにはトップ選手が集結するほか、 来年3月には日本で開催される世界選手権が待っていると伝えた出展。北田、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よ。